2021年12月3日に、鈴木スペーシア、スペーシアカスタム、スペーシアギア、一部改良し、スペーシアギアにマイスタイルを設定したということが話題なんですけど、まあ、これについて思ったことは、見やすい9インチナビゲーションシステム、9インチではま今の時代小さいのではないかと思いました。日本語の右上についている 丸、半濁点と日本語の右上についている点々、濁点が9インチでは識別がしづらいのではないかと思いました。コネクテッドサービスの鈴木コネクト、まあ、ヘルプネット、鈴木トラブルサポート、スマートフォンでまあエアコンの調整とかまあ駐車位置、運転履歴が確認できるサービスは便利ではないというふうに思いました。 以上の観点から、この車は買う価値はないというふうに判断したんですけれど、まあ、特別にお安く、まあ、30万円ぐらいで特別にお安く売ってくれるんだったら、スペーシアのまあ新色、新しいお色のライトブロンズパールメタリックが欲しいというふうに思いました。はい。